さんこんにちは。超ワールドサッカーデイリーニュースです。マンチェスターユナイテッドは16日、スペイン代表ゴールキーパーダビド・デヘアとの契約延長を正式発表しました。デヘアは2011年夏にアトレティコ・マドリーから加入して以来、公式戦通算367試合に出場。ライカで執行する契約に関して長らく交渉が滞り、さまざまな憶測が飛び交い続けている状況でした。なお、新たな契約は1年間の延長オプションが付随した2023年6月30日までとなります。ポルト監督のセルジオ・コンセイソン氏がピッチ上にて中島翔也に怒った様子で話しかける姿が映像で確認されました。ポルトは15日プリメイラリーガ第5節でポルティモネンセと対戦し、後半アディショナルタイムのゴールで2対3と勝利しました。コンセイソン監督は試合後の会見で中島との会話について問われ、これは我々の会話だと多くを語りませんでした。なお、コンセイソン監督が取った行動については賛否両論の意見が寄せられています。レアルマドリーは16日、ブラジル代表ディフェンダーマルセロが負傷したことを発表しました。14日に行われたリーガエスパニョーラ第4節のレバンテ戦に先発出場したマルセロは、その試合中に頸部を負傷したもののフル出場。しかし外傷後の頸背部痛と診断されました。なお、離脱期間は明かされていません。16日スイスのチューリッヒで、12月11日から22日にかけてカタールで開催されるFIFA クラブワールドカップの組み合わせ抽選会が行われました。抽選の結果、1回戦ではシャビエル・ナンデス監督が率いる開催国王者のアルサッドがオセアニア王者として初出場のヤンゲンスボールと対戦。また鹿島アントラーズと浦和レッズが勝ち上がっている AFC チャンピオンズリーグの優勝チームは2回戦でアフリカ王者のエスペランスと対戦になります。なお、アフリカ王者に勝利すれば準決勝で南米王者と対戦する可能性があります。さっき限りでミランを退団した元イタリア代表ディフェンダーイグナツィオ・アバーテがスポルティング・リスボンからのオファーを拒否したようです。ミランのアカデミーで育ったアバーテは2003年にトップチームデビュー、その後ナポリなどイタリア複数クラブを渡り歩き、2009年に再びミランへ復帰していました。イタリアガゼッタ・デロ・スポルトによると、バレンシアへ移籍したアンダー21ポルトガル代表ディフェンダーティエリ・コレイヤの代役としてオファーを出したようです。以上、超ワールドサッカーデイリーニュースでした。